公疫は、交尾によって伝染する馬の感染症で、トリパノソーマ症の一種。トリパノソーマイークイパーダム馬では、半年数年という慢性的な経過をたどり、おおむね3期に区分できる。第1期には、生殖器官の不守や海洋が見られる。第2期では、特徴的な白っぽいハンコンが出現する。第3期では、貧血や神経異常が進行し最終的には死亡する。 潜伏期は通常1から2週間ほどだが不定であり、致死率は50から70%。ラバやロバにも感染するが、通常は無症状。動物に実験感染させた場合、犬は典型的な抗疫の症状を示す。馬やウサギでは実験によって結果が異なり、抗疫の症状を示す場合と、一般的なトリパノソーマ症に止まる場合とがある。 マウスやラットには感染するが症状を示さない。半数動物は抵抗性があるが、マウスで幻虫を経済すると感染するようになる。抗液の病原体は、トリパノソーマ族の幻虫である。伝統的に、抗液トリパノソーマと呼ばれているが、近年になって分類学上このような種は存在せず、ブルーストリパノソーマの変異型だと考えられるようになってきた。トリパノソーマ族としては、 例外的な言虫で、主な寄生部位が生殖記念膜であり、血液中に観察することは困難である。水弁毛型のみで変態は一切行わない。また、交尾により感染するため、媒介動物が関与しない点も、極めて例外的である。形態的には、通常のブルーストリパノソーマと区別できないが、キネトプラスと DNA が存在しないという特徴がある。 このためミトコンドリアの代謝能力が制限されており、元来の収縮種であった、せェ,ェバへの体内では生存できなくなったと考えられる。特異的診断方法が開発されておらず、臨床所見より診断される。有効な治療法はない。予防は衛生管理の徹底及び感染場の淘汰、アフリカ、アジア、東、南ヨーロッパ、南アメリカで発生しているが、現在までに、 日本での発生は報告されていない。公益は古いアラビア文献にも認められるが、ヨーロッパ世界で認識されたのは1796年プロイセンが最初であり、19世紀には西欧諸国に蔓延した。初めて公益に罹患した馬からトリパノソーマが検出されたのは1894年で、1901年にトリパノソーマイークイパーダムと命名された。公益は 第二次世界大戦で軍馬と共にロシアあるいはアルジェリアから大量に移入された。戦後は系統的検査体制によりヨーロッパ、北、アメリカ、オーストラリアからはほぼ撲滅されている。近年でも公益らしきリカンバがエチオピア、モンゴルなどから報告されているが、病原体であるトリパノソーマを分離することができていない。 実のところ公益トリッパノソーマの分離株は1979年に中国で樹立されたのが最後であり、それ以来新しい株が得られていないことが公益トリッパノソーマの研究に影を落としている。ありがとうございます。